神戸成城高等学校は、兵庫県神戸市須磨区にある市立商業高等学校キャリアコースと特進クラス AB コースを設置している。キャリアコースへの入学は、女子のみである。2019年度から新しく特進 S コースも、新設された。1999年3月までは、女子校だった。2年生で、ビジネス、情報、 会計の三つの類型に分かれる。特進 S コース2019年度設置特進 A コース特進 B コース特進コースは男女共学になってから平成11年に設置された。コースの枠を超えて様々な資格を取得できる。女子校時代から運動部、文化部は関係なく部活動は盛んである。2009年9月より三木市吉川町水場に体育館、 グラウンドテニスコート、研修棟、宿泊棟を有する施設が整備された。熊県学園発祥の地のプレート、神戸市長田区腕塚町6丁目にあった、急行車は、JR 神戸線と神戸市営地下鉄、静神山手線の新長田駅から徒歩5分に加え、神戸市バスの大橋5丁目停留所が、目の前とアクセスは良好であった。また、 近隣の商店街も本学生をターゲットとした、ファーストフード店や書店、レンタルビデオ店などが出店していた。昭和幼稚園が併設されていた。1995年1月17日の阪神、淡路大震災により校舎は被災し、その後スマク緑が丘に移転した。跡地は、再開発ビル。 アスタ国塚二番館が1999年11月21日にオープン、建物に熊県学園発祥の地のプレートが掲げられている。2010年度より3年生、商業コース上法類型の課題研究、パソコン演習において、本学園発祥の地に隣接する、大正筋商店街の活性化プロジェクトを推進している。具体的には、 商店主の希望を反映させたのぼり、タペストリーを生徒がデザイン、作成して賑わいの創出に取り組んでいる。この実践は実践事例アイディア集2011ボリューム19にも掲載されるなど注目されている。2011年度、福武教育文化振興財団より教育研究情勢が決定された。ありがとうございます。